いきまーす。お、久しぶりあ、出の。た。うあ、ん、なん、これ、出るかな、まあ、ニア、これ。こニアではんなあ悪い顔しないと思いますけど、ね、る。いや、まあ、確かにこう見ると、あれですね。ちょっと違い 言ってみたら。ちょっとけしからんの、これ。ちょっとキリッとしすぎちゃってますね。もうちょっとね、ちゃんとお願いしたいところですけど。教授寄せ感が強いんですかね。うん。なんかどちらかというと、クフに寄せてるというか、教授に寄せてる。まあ、ちょっと教授に回答しよ 調子いいですね、今う。うん、まあ、ちょっとわかんないけど。日。で、何？久しぶりの教授をやってくれって言われたんで、ね、来たそうから。なんだよ。F 氏に、いわゆるセールスレターの型みたいなんですね。昨日教わったんだよね。でも、あれになってる、スピーカーモードに。ああ、イージーでした。今しました。うーん、けしからん。こ 久しぶりすぎて、ちょっと仕様が僕も、下手くのそ前ね、なってなかったからね、とりあえず聞いてみたけど。そうですね、確かに。これちょっと、反省です。で、まあ、実際それをですね、聞いてちょっと、いまいち、まあ、概念的には分かったんですけど、じゃあちょっとやってみようってなったときに、やっぱりちょっとマニュアルとかテンプレみたいなのがあったら、すごくこう進みやすいなと、誰かができるんじゃないかとね、思って、ちょっとそこを夫婦に教えてもらいたいと、今日は来たわけですよ。まあちょっとやってみようかな。でいいですか？まあちょっとやってみようかな。やってみよう。はい。でない。昨日まあ、僕の、そのジムのサイトを見ながら、クエストに集めて、まあ、やりますよ。まあ、クエストの一つずつの項目っていうのは、なんとなく分かったんですよね。ただ、それを踏まえて、じゃあ、どういう形で、まあ、全体像というか、なんだろうな、文章を作っていくかみたいな のが、やっぱり、ってなるので そこの駆け出しをこう、パパッといきたいんですよね。はい。そこそで、れはね、ちょっとね、細かいね、要素とかもあるからね。ほうほうほう。それがね、あの LP ちょっとね、分かってないという説もあるから。なるほど。で、今日はそれを話すとそれで終わっちゃう可能性があるから。なるほど、なるほど。じゃあ、皆さんにお届けするテンプレートはこれだっていうのは何かあります？まあ、じゃあ、テンプレートをやるからね、今日。その細かい大事なところじゃなくて。ああ、OK です、OK です。細かい大事なところはまたおいおいでいきましょう、じゃあ。どうも、クエストですから、Q、U、E、S、T の順番にやればテンプレです。以上。これは順番が大事だってことですね。そうです。パンツ脱いで、うんこするか、うんこしてからパンツ脱ぐかと同じですから。で、これ昨日F 風に言われて、僕が一番残ったワードは、このクエストを使うことによって、相手の脳に、そう、なんだっけ、脳の流れはストーリーじゃないと覚えられないみたいな。まあ、これを使うと、ある意味、こう、脳をすり替えて、まあ、購買意欲だったりとか、こう、商品に対してもっと知りたいみたいな。でもまあ、ストーリーにして話さないと人は記憶できませんから。ああ、そういうことね。記憶させるというか、まあ、そうそう、認知まあ、自然に記憶しちゃうと、根付いちゃう。根付だく。から、なんか英単語覚えたりとかして忘れるのは、あれ、ストーリーじゃないかもしれない。あれね、タモリが記憶の天才みたいになってるんですけど、あれ、記憶方法の仕方あるんですよ。それも全部ストーリーにするっていう。
3.1419 のやつもそうなんですよ。円周率も。ああ、円周率。あれもなんか、14だったら石とかにして、うん、19だったらまあ、どっか行くみたいな。うん。石を持って、行くと、なんか、例えば次が52とかだったとすると、なんか、またそれを語呂合わせしてなんか、やるんですよ。語呂合わせってもうストーリーなんですね。語呂合わせのそのあれにしてストーリーみたいにしていくんです。だからまあ5人をまああのマージャンっぽく言えばウニみたいにして石を持っていくとウニと交換してもらいました。なんかそうやってどんどん来るんですよ。ストーリー仕立てにしていくってことですね。そうそうそう。ただそれを変換してるだけで。はいはいはい。じゃないと脳は覚えられないんです。なるほど。っていうことは、そのストーリーっぽくなってるかどうかということです。じゃあ、そのストーリーっぽくなってるっていうのを、ちょっと一個見てもらいたいものがあるんで、いいですか？何これ？このですね。今、見えます？エアーデザイン。エアデザイン。これなんか AI じゃねえや。LP デザインでし、あの検索して広告が出てたところなんですよね。3つの特徴があった。はい。この株式が会社ガラパゴス。ガラパゴス現象、提供するサービスエアデザインは毎月200万件もの。すごいですね。200、解析してるんだ。そのデータをもとにプロのチームがマーケティング戦略に活用して勝つためのウェブ広告デザイン。LP バーナー動画を提供しております。制作して終わりの制作会社はたくさんあります。あ、制作して終わりね。確かに確かに。確かに間違えましたね、僕。エアデザインでは効果検証を設定、徹底して行い、お客様の広告配信や課題に応じて最適なデザイン計画を実行いたします。パーッと見ていきますよ。このよくあるなら勝てるデザインの3つの特徴、導入改善事例、3分で分かる必要ダウンロード。こんな悩みを抱えてませんか？これはすごいですね。このまさに悩みでしたね、私の。もうやられてると思うけど。でまた3分であるドルです。で、勝てるデザイン、3つの特徴。1。ちょっとよくわかんない。2。まるっと解決してくる。各部のプロチーム。プロチームでこんなにいるんですか。やっぱほら、ライターいますね。これ、いいですね。で、特徴3がこんな感じです。制作をゴールにしません。制作をゴールにしませんかっていう質問がいいかもしれない。導入事例ですね。お客様の声です。そうっすね。実績。よくある質問。またシールダウンロード。っていう感じです。まあ、チャットしますよね。これはクエストです。すぐってやってる、割といいチャット。じゃあ、ちょっとあれします。ヘッダーってあれなんですよ。まあ、ヘッダーは Q っちゃ Q なんですけど、ヘッダーはパンチラインなんですよ。はいはいはい。ヘッダーはつかみっていうか。だからそのつかめないと QUEST すら 見ないで変えられちゃうので、まあ、失敗という。グッバイって感じ。もう5秒で耐える。ヘッダーはもうずっとやり続けたので、じゃヘッダーはまあうまくいきましたと。はい、ヘッダー話しちゃうとヘッダーで終わっちゃいます、ね。まあヘッダーがまあありまして、なんだろうこの3つの特徴とはと思って下に進めるわけですね。そこから Q が始まるわけですけど、まあ、この場合ですね、まあ、厳しいこと言うとですよ、
まあ、これ LP なのかという話もありますから、LP じゃねえしって、アンサー受けた場合は私知りませんけど、これ、もし LP で作ってますっていう場合だったら、この後に Q が来てるんで、あんまりよくはない。まあ、あってもいいけどなっていう、まあちょっと、まあ、ある種の認知不協和狙いという気もしないでもないというか。まあ、これ読むとこれが手に入りますよみたいな目次っていうか、まあ、あってもいいけど、っていうか。テンプレとしてはこれがその、なんつうんだろう、鉄板かどうかは微妙。上手に使えたりとか実力がある人はこれやってもいいけど、なんか上手に使えなかったり実力がない人はこれやると失敗する。なるほど。じゃあ Q は今の話だと、これ読めばこれが手に入りますよっていう目次も Q に入るんですか？いや、それどっちかっていうと、なんかまだ冒頭。まだ冒頭を導入、つかみみたいな。まだよだれ垂らさせてるみたいな感じ。もったいぶってる感じ。袋閉じな感じ。だから、袋閉じ強化ですよね。これはどちらかというと。このページは、まあ、あえてその目的、意図してやってんだったら袋閉じ強化です。で、袋閉じ強化は今も言った通りで、まあ、いろんなものあると思いますけど、まあ、麻雀とかもそうだし、サッカーもそうですけど、上手い人がやると効果あるけど、下手な人がやると逆効果になっちゃうみたいなことあるじゃないですか。に近い要素ですね。だからもうここはいきなりちょっと下進んでもらっていいですか。こんなお悩みを抱えていませんかで別にいいと思います。ああ、もうこれに。でもここから来ちゃえば別に、素人がやっても、上級者がやっても、80点は取れる。下手な人がやると、無駄に20点マイナスみたいになっちああ、そこで離脱しちゃうみたいな。ゃいます。上手な人じゃないと。何のためにあれを入れたのかが分かんないでやる人は、あれをテンプレにしちゃいけないです。そう、離脱しちゃう要素になってしまいます。ただ、あれを飛ばしてここに行っちゃう場合は、まあ、80点は取れるので、分からないがゆえの離脱はないです。まあ、こんな悩み抱えてねえよって言って、離脱していく人はいますけど、ね、ああ、そっか、そもそもね。でもその悩みを抱えてる人はここで離脱しないです。だまあ、ここ Q です。大きいですよね。ここ Q です。だから、いきなりこんな悩み抱えていませんかという鉄板の言葉でいいと思います、ね。テンプレで言うんである。で、N 座のあれは、なんか、多くのお客さんが抱える6つのお悩みとか書いてあったじゃないですか。なんとなくですけど。だからそれがいまいちなんですよ。ここは普通質問形で、こんな悩みを抱えていませんかでいいんですよ。なるほど。ここはなんか変な言葉の工夫とかしなくていいんです。工夫はいこられない。で十分。もうこれで十分。変なことやらなくていいっていう。なるほどね。で、まあ、もうちょっと言えばこういう書き方ですよね。伝えたはずのデザインと全然違う、点々点。LP 改善、調整が地獄みたいな。ロジックとセンスの果てしない叩く。まあ、これはな、これはあんま刺さんねえと思う。まあ、この二つ、左側の二つみたいな。まあ、お悩みなんて、まあ、大体苦しいです。まあ確かに苦しいです。だんだん、まあ、苦しい感じです。こういうふうに使うといいですね。で、その下のエアデザインはなんたらかんたらで改善します。これは U ですね。だから、もうすごい雑に言っちゃう、こんな悩みありませんか？その悩みの提示したら、この悩みを改善できるのが我が社の〇〇なんですみたいな。まあ、これは U です。雑にやれば。で、じゃあその我が社の丸々ってどういうもんなんだろうっていう説明は下に来るわけです。まあそこもまあアンダースタンドだし、まあアンダースタンドですね。言うです。あ、なぜ何どうしたらで合わせると何のことです。
その我が社の〇〇の商品の特徴を言ってるんですよ。うんうんうん。これ特徴いきなり言ってんのは、もうこういう商品を知ってる人手で書いてれば、まあこういうこと。ああ。だからその、新しく車を買う、まあ車だとちょっと分かりづらいか。これいきなり特徴言われても困るんですよ。うんうんうん。だけども既存のそういう、例えばなんだろうな、あの車ユーザーからすると、この車の特徴みたいのでいいんですよ。だと車のこと分かってるから。うんうん。車のこと分かってないと車の説明しなくちゃいけないんで。そうですよね。だまあこれはターゲットによるんですけども。うん。だから N 沢の場合に寄せちゃうと、初めてトレーニングする人はターゲットなのか、もうあのどっかトレーニング受けて、あの失敗してる人がターゲットなのかで、ちょっとここの、あの、U とか何の、フォワットの部分は、内容を使ってます。なるほどね。知らない人だったら、その、分かりやすい情報をもう一度入れるってことですね。だ誰に言ってるか、だからその小学校1年生に説明するのか、小学校5年生に説明するのか、高校生に説明するのか違うじゃないですか。うん。みたいな。だからその初めての人なのか、10回ぐらいやってる人なのか、もう5年もやってる人なのかでも違うわけです。うん。だからそこはそのターゲットによるところなんですけど、うん、でその長くやったりと同じものを使ってる人をその寝取るっていうかね。うん。こっちに移籍させるんだったら、もういきなり特徴をぶん投げて勝負なんですけど、ね。ああ、なるほどね。いきなり初心者の人に特徴を言ったところで、何も分かってない人は、もう全てが特徴になってしまうので、うん、あんまり意味はないです。何の話、まあ、意味あるっちゃあるけども、あんまり意味はない。何の話、っていうか、その、初心者側に寄せた場合、まだ特徴出しちゃダメです。うん。だまあ、これちょっと、あの、その、やっぱ、あの、コンテクストなんです。逆にこれ、N沢は どこターゲットしてる？私ですか？うん、だからその初めてやる人なのか、うん、どっか一回行ったことある人なのか、もうすげえトレーニングも今もマニアでやってる人なのか。ああ、なるほどね。この3つで分けたらどこが一番近いですか？2番目かな。2番目、うん。2番目だったら特徴でやってもいいかもしれないですか。なるほどね。2番目は幅広いからね。その、初めての人と、その2番目、2回目の人って、ほぼ初めての人だし。うん。あの、20回ぐらいやってる人は、どっちかというと3番に近いかもしれないので。うんうんうん。2の真ん中って、その、どっち側なのかにもあります。どっちつかずみたいな。え、まあ、どっち側の、どっち側の2番なのかにもあります。うん。ちなみに、初心者に寄せる場合は、うん、なんかその、まあ、初心者は例えばこれだって初心者がゆえに失敗するあるあるがあるじゃないですか。で経験者は、うん、その初心者がやりがちな失敗あるあるあんま失敗しないんですよ、うん、だってもう経験したりとかもうそのなんかこう痛い思いしたりとかしてるんですよ、うん、それいちいち説明されてうざいんで、うん、俺初心者じゃねえしってこうやって帰ってちゃうんです、うん、初心者は逆にそのもう知ってるような手でやると全然知らねえから、うんうんうん、こいつ全然説明わかんねえから帰ろうって書いちゃう。うん。まあどっちの対応できるようにした方がいいっちゃいいんですよ、ね。だから本当は初心者向けに書いて、ここは初心者向けに書いてることなんで、もうあの慣れてる方は次に飛ばしてくださいとか書いちゃった方がいい。ああ。まあそうすればどっちもいけるかな。なるほどね。そうか。まあ、それも催眠かけるんだけど。うんうんうん、今日はあのテンプレ教えてくれって言われたんで、あんまちょっと小技みたいな話だとテンプレじゃなくちゃ。うんうんうん。まあ、これが言うだ。あの、特徴よりもね、うん、まあ、N 沢の業界だからっていうのはあるかもしれないけど、うん、失敗したくないの方があると思うんですよ。ああ、確かに。特徴って結構詐欺なので。はいはいはい。それも話は長くなっちゃうんだけど。うん。こんなに早く特徴言っても引っかかんないと思うんだよね。うん。失敗したくないっていうその感情に寄せるってことですか？そうだ、失敗したくないのに寄り添うってことです。うん。
例えば月に1回5000円払って美味しいお寿司を食べたいという人がいるとします。で、食って、うわー、かっぱ寿司買んなかったおい、みたいな。だったらかっぱ寿司の方が良かったわ、みたいな。これ失敗なんですよ、これしか。逆に、あれ？なんか、前お祝いで、2万円のお寿司をおごってもらったことあるけど、5000円で2万円の寿司の美味しかったわ、今日。最高です、みたいな。これ失敗しなかったってことじゃないですか。成功じゃないですか。だけど、ちょっとなんか、わかんないと、おえーってなっちゃうわけですよ。おえーを選べんのか、よったよね、を選べんのか、で、みんなビビってるんです。コスパ問題です。で、失敗したくないんですよ。ただ30万円で30万円も払って失敗したくないじゃないですか。まあ確かに。で、まあ、100点のとこもあるかもしれないです。今のその5000円で2万円みたいなね、4倍美味しかったみたいな。まあ、だけどその5000円でまあ、なんか7000円以上ぐらいのコスパは最低でも欲しいの。5000円払ったのに、なんか2000円の寿司よりまずかったら絶対やりたくないわけですよ、人は。これを避けるためにどこを見極めた方がいいのかっていう方がいいと思うんですよ。だからもう100万円ぐらいの価値があるそのジムも、1万円でも高いと思うジムも、金額がなんか30万円だとするわけですよ。ぼったくりバーの仕組みとあんま変わらないので、だからぼったくられないためにっていう情報の方が、どっちかっていうと。なるほど、失敗したくない、ぼったくられない。で、それがちゃんと説明されてると、その人っていうか、そこのページが担保されるんですよ。担保される。だって、騙そうとしないな。これよくありますよ、このやり口。なんか、これは詐欺ですって言っといて詐欺してるやつみたいないるんだけど、逆それってに、その失敗しないためにを、寄り添おうとしてる演出。これ特徴って、この前、若造に私説教を食らいましたけど、どうだ、俺はすげえだろって、これ自慢話ですか？そうですね、言ってましたよね。だ、催眠もかかってないのに、自慢話みたいなされるとうざくないですか？なんか知らねえやつ急に自慢してくるみたいなのあるじゃないですか、たまに。押し売りみたいなもんですよね。変な交流会とか行くと変なおっさんにすっげえ自慢話されるみたいな。誰だかもわかんねえやつに。そのなんか関係性があって、信頼関係があって自慢とかされると、おお、やったじゃないですかみたいになるけども、信頼関係も誰だかわかんねえやつにいきなり自慢されるとうざいわけです、人間って。これ結構それになっちゃってるわけで、初めて読んでたのね。だからこのページがもうすでに完結ができてる人が読んでんだったらこれでいいですけど、私はいきなり来て、いきなり特徴とか言われても困る。何？もういきなりマウンティング仕掛けてくるの、チームが、みたいな。マウンティングお化けです。だと、マウンティングかけようとすると、まあ大体相手はこう、身構えるので。身構えるかも、やっぱその、自慢してるやつのところに話わざ聞きに行きたくないじゃないですか。だからという。だからまず、この人だったら大丈夫だって、その、なんか、ノットビリーブの壁ですけど、ノットビリーブの壁を超えに行かない限りは、あんま特徴とかやっちゃダメなんですけど。なるほど。これはダメです。まあ、悩みが一応書いてある。弱いな。だから、もうちょっと、もう一回戻してもらっていいですか。上。これ LP じゃないんだろう。まあ、こんなお悩み抱えていませんかって、これ書いて、我が社の〇〇はこれらのその3つの問題を、なんか、どこのこういう製品よりも、簡単に効率よく改善できるのです、みたいなこと書いてあった方がいいわけです。で、それはなぜかというと、みたいな話をしたりとかをした方がいいか。それはなぜかというとって言って、まあ、ここ認知票なんだけど、申し遅れました。私、エムザーと申します。みたいな。これはよくあるんですよ。認知不協和のやり方。ずらすっていう。で、エムザーの紹介とずらずらして、相手が頭をもやもやしてたら、では、さっきのその3つの問題解決する、我が社独自の方法をご説明しましょうって言って、ちょっと話して、この特徴やるんだったらいいかもしれない。この特徴、この3つの特徴があるから、そのよそでは解決できないものを解決できるんですって言えば、まあ、別に、自慢話だけで、まあ、やっていいわけですよ。これは、なんか、分かり、そこが抜けてるんですよ、これ。
なるほど。これが。N 版で前の LP もそうだったんですよ。急に特徴が入ってきて、うん、理由がないんですよ、大義名分が。うんうんうん、大義名分がないとどうなるかっていうと、自慢したがりに思われるわけです。ああ。やからですね。やからというか、まあ、人のこと考えない感じですね。むずいなぁ。そうかな、その、なんだろう。理由があれば出していいんですよ。うん、ああ、理由があればね、うんうんで。理由はあるんですよ、これだって。うん、そんな悪くはないんだよ。うんうんうん、悪くはないんだけども、その理由をちゃんと書かねえと、なんか自慢くさくなる、うんうん。これだったら、まだそのお客様の声を先に上げた方がいい。うん、どっちかっていうと。で、お客様がすげえ満足してるってなってるのを見て、なんでこんなにもお客さんが悩んでて、部分を満足できたかっていうと、って言って3つの特徴書けば、まあ、ロジカル的にはまだいける。うん、これは順番としてはちょっといまいち。ナンセンスです。催眠がかかってない。うん。ってなると、あれなのかな？ちょっと違うのも見てみましょうか。うん。一瞬。要はね、例えばその、ピザを食いに行こうとしたときに、うん、ピザ食いに行こうよって言っても、はにゃってなるんですよ。うん。ピザの話をしとくんですよ、初めに。うん、なんかピザ食いたくなってきたとき言うわけで、そいつが、友達が。うんうん、そうすると、ちょうどここ近くにあの美味しいピザ屋のとき行くみたいな。うん、これ、セッティング完了です。だけど、それが逆になっちゃう、さっき の、 あのズボン脱いでからの、あの問題と同じになっちゃうんで、うんうん、なんかお前がピザ食い来ただけでなっちゃう。まあ、相手がいないやつですね。だまず相手に想像させといて、相手が生きてえなって思ったときに、あ、それだったらいいとこ知ってますよってやると引っかかるわけです。うん。これ。ハーゲンダッチ。これハーゲンダッチですか？ハーゲンダッチです。ハーゲンダッチ食いたい。ハーゲンダッチ。ティラミスの感じです。めっちゃうまそうです。あの、カップのハーゲンダッチじゃないと思う。これ、ありますよね。この、美味しいですよ、これ。これ、食べたことない。クリスピーサンド。クリスピーサンドはね、ちょっと、ファミリーはちょっと、あ、そうなんですか？なんで、うん、たまに食べるよね。このサクッと。この、ティラミスそのものが食べたい。サクッと一口かじった瞬間、広がる。マスカルポーネ。まあ、これはパンチラインパンチライン。うん。だし、たかが300円、500円のものをあの LP では売らないっていう。だから、これはすごいですよね。300円の商品が LP になってるんで。いや、入ってんのという。こういう秘密とかもいいんですね。秘密はまあね、袋とです。うん。なるほどね。これはね、壁がないから。はいはいはい。ノットリード、ノットビルがない。もうハーゲンダッツ好きな人はもうハーゲンダッツもう信じちゃってるから。確かに。ハーゲンダッツはこれ出したんでしょってもう普通読みますよ。ちょっとよろしくないですね。まあまあ、もうこれはもうブランド出来上がってるやつ。確かに。何がいいかな。だから N 座のブランド出来上がっちゃえば雑でもいいわけですよ。うん。逆に言えば、ね、だハーゲンダッツのやり方でいいわけです。はいはいはい。もうそのブランドが担保する。うん。体幹クッション。体幹クッション。整体手術。多いですよ。うん。そう、アロージムに変える、いいよね。ヘッダーいいと思います。うん。これちょっと、もう一回一番上から、ちょっと。ちょっと待ってください。これ、あれ、元サイトに行くはずなんだけど、もう一個。角がそう。すごい重いです、なんか。揺れる重いよね。体中で感じちゃうから。これですね。うん。数量限定。まあいいんじゃないですか。まあちょっと写真が雑だけど、まあいいでしょう、これは。まあいいんじゃないですか。
初めのヘッダーは合格です。ジョーナルさんだと一緒に合格してんの？秘密のバランストレーニング。まあ弱いよね。もうちょっとやったらもっと売れるね、これ。どの辺いじりたいですか？だから悩みんところがないから催眠かかんないね。例えば今まで、ちょっと動きすぎでちょっと言いづらい、ね。そこで止めてもらおうかな。その上ヘッダーだよね。そうです。例えば座るだけで体が丸々したら良くないですかとか、座ってて腰痛くなりませんかとか、なんかそのオフィスワークでこんなお悩みありませんかとか、やっちゃった方がまあ80点打法です。まあ LP 感を出したくないってなるとこういう感じになるけど、まあ、あんま売れねえかな。見た感じただのこれクッションじゃないですか。別にっていう、秘密のバランストレーニングと書いてあるけど、別に知らねえしっていう。そう、別に知らねえし。このハーゲンダッツだったらいいっすよ、まだ。だけどそのみんなが知ってるハーゲンダッツですよ、あんな頑張ってたじゃないですか。これ頑張りじゃないですよ。なるほどね。なんかただテンプ、それこそテンプレではめてりゃいいみたいな。テンプレに寄せてるだけってなっちゃってる。せっかくヘッダーあんないいパンチライン使ってるのに、その後雑。要はその、食べ物も腹が減ってるという悩みを解消したいから買うわけであって、腹がいっぱいだったらゴミ買ってるようなもんじゃないですか。だからその腹を空かさせないといけないんですね。あ、それが、まあ、いわゆるよだれを垂らさせるっていう。そうそう。うん。だからもうこれはバランスクッションのなんか最高峰とか最終形態とかなんかもうなんかそういうふうに書いた方がいいです。そういうLP くせえようなあの臭さ出したくなければね。ちょっとあっさりすぎるからみたいな。なるほどね。薄ラーメンで言うとちょっとお湯っぽいなみたいな。だいぶ薄いっすね。お湯に醤油入れた感じのスープだなみたいな。なるほどね。まあ、そんなに高くはないんだろうけど、これもし逆に高ければ、もう全然ダメ。これいくらなんでしょうね。これちょっと下に行きますよ。これ2980円なら、まあこれでもいいかもしれないけど。うん。俺が2万円超えてんだったらもう雑な LP ですね。で、だいぶ料金がかかってない。まあ許されんのは5、6千円までかな、これ。グッドデザイン賞。ここに来ますね。もうこんな、ここに来る前みんな読むのやめてますよ。全然、あれだね。QUES で逆です。もうなんか、こういうやつ多いっすよね。なんか何書いてるか結局よくわかんねえな、みたいな。まあ、パーツはあるのに、順番がダメだからダメ。あった。やっと。まあ、そんなもんだろうな。まあ、じゃあダメ LP です。バランス。これまさにダメ LP でさ。だってこのエアクッションだけで1000円で売ってますからね。もう8000円ぐらいの。これ見せない方がよかったんじゃないですか、この。あ。エアクッションも入ってんのこれ3点でお届け。だってなんかでその安っぽいのつけて、お得感を出してまああれですね S ですね。でもこれエアクッションってのが中身ってことですよね多分。名古屋のサイトなんだ。まあ、ダメです。ダメです。なかなかいいのないな。だけどこれうまくやら欲しいと思わせますよ私。でそれ大事ですよね。だ座るをジムに変えるまで良かったですよ。ちょっと、どういうもんなんだろうって。ヘッダーは良かったですね。その後はもう全然冷めかかってない。ダメ。ってなると、やっぱりそこには需要がありますね。ていうか、いらねえもんも欲しくさせられるんで。確かに、いらねえもんを欲しくさせる超パンチラインじゃないですか。
いや、だそれが LP だし、汚ねって言ってるわけですよ。で、逆に言うと、いいものも売れないんですよ。うん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 、あのそのテンプレに沿わないと。うん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 、だから、世の中あの、偽物だらけになっちゃうんですよ、うん。偽物はだって必死でそのうるさい面かけてくるから。うんうんうん、本物はもう本物だから売れると思っちゃったから、それやらないから、なんかいらねって思われちゃう。なるほどね。じゃあ、ちょっとあのこの辺で一回、今日のこの LP テンプレ、うん、クエスト講座なんですけど、まあとにかく初めに悩み聞いとけば間違いはねえよっていう。なるほどね。Q の部分。うん。うん、その変なもん入れないで、うん、こんな悩みありませんかって書いとけば間違いねえよっていう。まずはそこに、ああ、何何、うん、ありますよね、確かに。まあまあ、それはもう素人でも大丈夫。うん。そこを変な風にこねくり回すと逆に、えってなっちゃって離脱しますよね。そうそう。で、悩みも、その、これ結構ポイントなんですけど、普通に聞けっていう。うんうんうん。普通に聞いてる感じになってないのはダメって。あ、今 N ザーナーの6つの悩みとか聞いてないでしょ、あんまり。うん、ただなんだろう、せっかく痩せたのに、うん、まあでもまあリバウンドがきつい点々点とかまあいいけどね。うんうんうん。感情を想起させるみたいな、自分の。そうそうそう、うん、そうじゃなければもうハテナ使うように今聞いちゃった方がいい。うん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 。いや、なるほどね。だからその痩せたのに体重がすぐ戻る、もしくはあのトレーニング時よりも太ってしまったこととかありませんかみたいな。うん、もう聞いちゃっとけばとりあえずはもう6シーズン取れる。ああ、なるほどね。聞くっていう。聞かれてんだからイエスかノーか考えるじゃん。うん。だけどその変な言葉使うと何を言ってんの、聞いてんのか聞いてんのか分かんない。うんうん。あの小さなイエスを取れって聞いたことあります。ありますあります。だからそれなんで。そうだよね。はいはいってと確かに下に読んでて、そのだから多分運動した後にまるまるしたことはありませんかとか、あ、まああるって書いてもいいけど。うん。そのアンケートっぽくなってないとダメなんですよ。うん、アンケートっぽくその6つ見たときアンケートっぽくなってますかって、うん、なんかなってない感じでしたもん、うん、まあ、何個かなってない気もするけど。なるほどね。でそれを書いてそれらを解決できるのがあの我が社の〇〇なのですって言っちゃうっていう、うんうん、まあ、それがちょっと袋閉じっぽくなってるっていうか、次に書いてあるよってなってれば次読みたくなるわけじゃないですか。そうですね。で、それで Q から U にバトンをタッチするわけです。うん。そこの入りがグズグズになったらもうどうしようもないですもんね。で、その飛行機で言うと、その、なんとだろう。まあ、ヘッダーは離陸ですよ。バーンって飛べるかどうか。うん。これ飛べなかったらみんな読まないで帰ってっちゃうんで。うん。で、だからさっきのあのクッションもヘッダーでバーンって飛んだんですよ、ね。うん。次の U がないからスーッと落っこってたわけですよ。うん。で、離陸してすごい上空まで飛んでいくのがヘッダープラス Q ですよ。うんうんうん、うん。アンダースタンドは U は、あれです。安定飛行なんで。ああ、もう U は安定飛行なんだ。どっちかっていうと Q で高度が1万メートルとかなるとするんじゃないですか。うん。U はどっちかというと8000メートルぐらい下がってっちゃうんです。うんうんうん、下がってっちゃっていいんです、安定飛行だから。うんうん、で、その高度をね、8000メートルから1万メートルぐらいに慣れさせるわけですよ。うん、だこっちの空気に持ってくるわけです。うん、で、E だからエデュケートじゃないですか、うん、教育じゃん、まあ、洗脳みたいなんですけど、うんうん、ここでがっつりまた飛んでいくわけだ、うん、もう一個の壁を越えていくんで。はい、浮上。 Q と U はノットリードの壁を越えてるわけです、うん、で、次がノットビリーブを超えるためにはその E の力が必要なんです、うん、で E の80点とかは難しいんですよ、はいはいはい、Q、U はテンプレでいけます、うん、E はセンスだと思います。へー。 ST も適当で大丈夫、うんうんうん、結構テンプレがある、うんうんうん、問題は E なんですね。問題は E なんですね。問題 E なんです。
ここはセンス、ここは廃業。センスで、逆に言うと、中身のない詐欺師でも詐欺力が高いところの E のセンスが高い。なるほど。じゃあ、ここに詐欺力が一番かかるんだ。そう。で、逆に他が全部上手で、商品が本物でも E 失敗すると、偽物買われちゃう。なるほど。これが E でございます。テンプレとしては QUST、そして E がまた別だってことですね。だ QUST がちゃんと80点取れてないなんてもうお話になりません。ああ、そもそもね、うん。E は難しいです。あの特にその、あの代筆とか難しいです。その人 のそれですもんね。そうそう、もうその、あの、あれだから、サビだから。うん、一番バイブス高めで、あの殺しに行かなきゃいけないところなんで。うん、まあちょっとね、今日はあのテンプレ講座だったんですけど、うん、だまあ E がダメだねって言われるのはまだあのまあ OK としましょう。うん、もう QUST がもうないなんていうのはもう無中中継です。うん、無中中継ですね。了解しました。まあ下手なのはまあオールラって怒られる僕らはあれですけど、そこはあの今日のまああのね、これでも見てる方々も、まあ、初めて聞く情報もあったかと思うんで、まあ、まずはこあとポイントはもうその文章なんだけど、あの営業マンが営業に行ってるっていう体のごっこ遊びだと思ったんですよ。あなのにそのなんかね、あの文章みたいにしちゃうのはダメって。なるほど、堅苦しい話しかけてはいはいってなる感じ。なるほど、営業っぽくですね。話そのなんか友達と話してるみたいなのはいかがなものかと思いますけど、うん、そのなんかいかにもその営業に行った時も使わないような言葉を文章しちゃダメって文章では全然大丈夫なんだけど、それ人と話してる時に使わないようなみたいな言葉は使っちゃダメなんです、うん、近づけないから距離が遠すぎる、うんうん、ただございます、まあ、ございますってまあやり方あるんですけど、それもまたあれ上級者テクなんですけど、まあ、普通だったらございますとかいたしますとか、うん、そのなんかさようでございますみたいなこと言わないじゃないですか。うん、ちょっとか、なんだろう、2、3回目で仲良くなった営業マンと、そのまだ買おうか悩んでるお客が話してるぐらいの感じで。うん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 、もしくはその電化製品とか買った時に、ちょっとフレンドリーな人いるじゃないですか、店員で。はいはい。まあ、あのくらいのレベル。もうそんなんでいいんです。なるほど。文章は硬くなりがちなんで、みんな。うん。だからもう、ちょっと、そんなんでいいんですかと思うぐらいでいい。うん。ぶっちゃけとかあんま書かないんです。おー。ぶっちゃけとかありますよ。上級者のテクではあるけど、普通のそのテンプレで言うんだったら、まあ、まあ、なんつうの、うん、いらない。ちょっと やっぱフレンドリーな感じの定員。なるほど、近い、距離近めに。距離近めで、言葉はそんなになんかそうギャルみたいになってないけども、なんか堅苦しくもない。ちょうどいい感じです。ちょうどいいか、距離感ですよ、ね。ちょうどいい感じ。さっき言った、距離感。距離感。ちょうどいい感じの。うん、うん、ちょうどいい感じの感じ。ちょうどいい感じの感じ。あ、でも、そうですね。まずはまあ、その、まあ、テンプレじゃねえや。ヘッダー Q と E の流れは分かったんで、うん、あ、QU か。で、まあ、ST はまあ、今すぐ来てくださいみたいな、あれじゃないですか。で、そのまあ、U がちょっとあの、パーツなんですけどね。え？ U が。これはちょっとあの次の講座だ。ああ、次の講座。ちょっと長すぎちゃってるんで、もしやるんだったら、その U のところの説明ありますけど、ええ、ちょっと1回目はこれかな。じゃあちょっとそこは、あの次回また U の部分を詳しく。うん、続きは、次の動画で。うん。まあ U 結構あれだから、そのパーツが多いから。うんうんうん。じゃちょっとこの辺にしておきましょうか。うん、ウィウィだ。はい。じゃあ次回は、このテンプレをさらに、もう、明確視点をかけるぐらいのレベルに仕上げてくれる、クフ教授の、うん、よろしくお願いします。まあ、とりあえずみんな書いてね、書かないと分かんない。そうですね。な感じで、
お願いします。ウィーいい、失礼します。